701年から775年までは、陸津守、道のく助、道のく大城道のく商城、道のく大目、道のく正目の各一人を定員とした。775年に顧目が二人に増えた。道のく国は大国であり、養老律令の簡易令が定める大国の、簡易相当は守るが15以上、助が勢位した 大乗が正七位下、正乗が17位上、多めが18位上、正目が18位下である。職員令が定める大国の定員は、守るから正目まで各一人、計6人である。ただし、放棄6年には少なめ2員と増員している。国士には含まれない、文みの大国における定員は、養老令で3人だが、演技式では5人である。 他に、国博士一人、国医師一人、学生五十人、異性十人が定員として置かれた。道の区国は面積が広く、軍の数も飛び抜けて多い。かつ陸続きで、エゾに接する辺境で、軍事的衝突が頻繁に起きるため、律令が定める特例が多い。通常守ると、助は国内の行政、司法、軍事を干渉するが、エゾと対峙する。 道の国、では国、越後国では、供給、政党石膏も司さどった。供給は、養老令の用語で、大法律令では、V と書かれていた。供給、イブは、教順を示した映像と、儀礼的な会食を行い、食料や衣類を与え、附属関係を固めることである。政党は国境を越えた軍事行動である。同じ辺境でも、 最国の国史の場合は、政党の代わりに防守、供給ではなく、茂る客と帰化である。国家を形成しない、エゾ集団を相手にする道のく国史は、自らの判断で政党に出ることが許されており、エゾとの複属関係を維持することも期待されていた。道のく国とでは国の軍事、行政を統一指導するために、養老四年頃に、道の国アゼチが置かれ、これと前後して、 鎮守将軍も任命された。彼らは、道の区国府にあり、それぞれ行政と軍事において、道の区出羽両国士の上に立った。道の区あぜちや鎮守将軍を、仏守が兼任することもあったが、仏守ると、鎮守副将軍の兼任令もあり、官の上下関係としては、道の区国士の方が下である。変容重視の繁栄か、これらの官職の在任期間は、 他国と比べて長い傾向にある。旧世紀初めに、現在の岩手県を征服すると、道の区国の領域もそれに伴って、北に拡張した。しかし、新領土には、従来国府にあった、陳樹府が移転し、国司ではなく、陳樹府の官人が支配した。これ以降の陳樹府は、道の区国の上ではなく、同格でやや下に位置づけられた。一方、 道の区アせチは、容人を前提にして、中央の区業が任命されるようになり、マモ守との兼任はなくなった。マモ守との上下関係は実質を伴わなくなった。軍事重視のモル・守、助任命は9世紀以降も引き続くが、9世紀の守、助には大友改め友の氏の他坂の上の田村丸を出した坂上市、小野氏が目立ち、藤原氏の比重も高まる。 十世紀に入ると、友のなどは消え、藤原氏と官務兵士が多数を占めた。聖和源氏が初めて見えるのは十世紀末の源の三る星で、源の寄地か吉家夫子が十一世紀半ばに、陸守になって、前九年の役と、あと三年の役を戦った。聖和源氏は、形図で、陸守と記されるものが多いが、他の資料で就任が確認できるのは、 その三人と吉家の弟絆だけで、十二世紀を通じて、道の区国に縁がなかった。結局、平安後期の陸守る、助で一番多いのは、藤原氏である。欧州土着の勢力である安倍氏、清原氏は、もっぱら陳除婦の管轄になる、道の区国の北部で力を振るったが、その威勢は地域的に極限され、中部以南における、 道の苦国氏の職権を根本的に脅かすものではなかった。しかし欧州藤原氏、特に藤原秀平の誠意は道の苦国氏の権限侵食まで及んだ。秀平は数年間陳述府将軍、むつまもだったが、面官の後も実質的な王宇の支配者として君臨した。ただその支配の程度については軍事警察分野に留まるという説から、 行政権も欧州藤原氏の本拠である平泉に移転したと見る説まで分かれる。秀平の死後、欧州藤原氏は、源の頼朝に打たれ、鎌倉幕府が成立すると、室守は、北条氏や足立氏など、有力御家人が務める英職とされた。鎌倉幕府滅亡後は、五代醐天皇の時代には、新王人国となっていたため、後の後村上天皇となる。 のりながが、道の区国府に入り、北畠昭家が、陸大輔鎮陳述大将軍を務め、欧州勢を率いて、足利高氏の勢力と対戦を繰り返した。戦国時代には、島津高久や毛利元成、武田信虎などが任ぜられた。朝廷によって、陸守が任命されていた一方で、武家官位としての陸守職は、伊達政宗以降、伊達家当主、 先代藩主に与えられるのが慣例となり、代々伊達氏が世襲し幕末まで続いた。以下、人面の年月日、その時の以下、兼任する官があればその艦、括弧内に転居とした資料の順で並べる。人は人官、面は免、面官、没は死亡、身はその時点でその官にあったことが見えるという意味で、罪人、兼任がいつから、あるいはいつまでかを推測する手がかりとなるものである。 複数回見える場合、その視点か終点に挟まれた時点は再録しない。経図等の不確実な資料に基づくものや、推定説にはをつけた。日付は、基本的に旧暦である。南朝において、新郎人国勢が取られた時に、仏守るの代わりに置かれた感触。南朝において、新郎人国勢が取られた時に、道のくつけの代わりに置かれた感触。 武家官員のむつ守る。ありがとうございます。